こんにちは、ちはるです。ご視聴ありがとうございます。突然ですが、もうすぐクリスマスです。街を歩いているとそこら中でクリスマスソングが聞こえてきますし、イルミネーションでキラキラ街中が光っています。クリスマスの楽しみってたくさんありますが、その中の一つがプレゼントだと思います。そこでこの動画では、女性に贈るプレゼント、こういうのいかがですかっていうのを30個提案させていただきます。ちょっとしたプレゼント交換なども想定して、予算1000円台から数万円のものまで、本気で友達に贈ることをイメージして数日かけて選びに選びました。ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目が美容ドリンクです。自分じゃあんまり買わないものかなと思ったので、特別感のあるプレゼントになると思います。ハッチとアルビオンを飲んだことがあるんですが、正直数本では効果っていうのは分かりませんでした。ただ肌にいいものを取り入れてるっていう感覚でテンションが上がって、味も美味しかったです。二つ目はハンカチです。実用的ですし、最近お手洗いで手を洗った後、手を乾かす機会が使えないことが多いので、なおさら必需品だと思います。ただハンカチって涙を拭うイメージから、送別とか卒業とかお別れのプレゼントっていう言われもあるみたいです。あんまり気にされてない方が多いんじゃないかなと思うので、私としてはハンカチのプレゼントってありだと思うんですが、ご判断はお任せします。デパートのハンカチ売り場に行けば、イヴ・サンローランとかラルフ・ローレンとかいろんなブランドのものが並んでいるので、そのお相手に似合いそうなものを選ぶといいと思います。続いて3つ目はハンドクリームです。乾燥するこの時期にぴったりですし、消耗品なのでいくつあってもいいと思います。ロジェガレですと1400円、イソップだと2800円、シャネルの有名な卵型の可愛いクリームは5800円など、予算に合わせてブランドを選ぶといいと思います。続いて4つ目はボディースクラブです。私はハウスオブローゼのオーベイビーが一番好きで常備していて、週に数回使用していますが、使った時は本当に肌がもっちりします。定番のピンクのパッケージは無香料で2000円で大きいサイズしかないんですが、よく限定の香りが小さいサイズで1000円で販売されています。もっと予算がある方は、スクラブといえばやっぱり人気のサボンが高級感もあっていいかなと思います。続いては RMK のグロースティックです。私のお気に入りでハイライトとして使用しています。直接ハイライトを入れる場所に乗せて、その後指でぼかして使っていますが、とってもツヤツヤになります。以前友人に勧めた時にすごく気に入ってもらえたので、今回入れてみました。次は単色アイシャドウです。人気の単色アイシャドウというと、私としてはアディクションとコスメデコルテをイメージします。いずれも2000円台で購入することができます。プレゼントで単色アイシャドウを贈るなら、手持ちのアイシャドウと合わせた時にイメージがガラッと変わるようなアクセントになる色のものだとか、合わせやすいラメやパールのものがいいんじゃないかなと思います。続いて7つ目はアユーラの入浴剤です。ちょっとお高い入浴剤なので、プレゼントにぴったりだと思います。私はオレンジ色の方しか使ったことがありませんが、緑の方が人気があるみたいです。オレンジの方はお湯が滑らかになって、上がった後の肌のしっとり感を実感することができました。続いてはマスクです。これは今年ならではのプレゼントかなと思います。私自身もつい先日友人からマスクのプレゼントをもらって、実用的でとっても嬉しかったです。私が最近見つけた可愛いなと思ったのは、ファーファーのマスクなんですが、今いろんなアパレルブランドからマスクが登場しているので、お相手に似合いそうなものを選ぶといいと思います。続いて9つ目はマックのプレッププライムリップです。グロスとか口紅にお高いものを使っている方は多いと思うんですが、リップケア用品にデパコスってちょっと贅沢な気がして、プレゼントにいいかなと思いました。今の時期乾燥するし、なおさらおすすめです。続いてはパナソニックのボディシェーバーです。ふとした時に、わ、ちょっと腕に毛が生えてるみたいな時ってあると思うんですけど、そういう時にパパッと処理できるので本当に便利です。よくドラッグストアに売っているような T 字カミソリなどで毛を剃るのって肌に負担がすごいらしくって、このパナソニックのシェーバーは大手の脱毛サロンのミュゼのお姉さんとかも使っていて、以前おすすめされたことがあるので私も使い始めたんですが、そういったところでも信頼できるなって思います。
ただ女性から女性へのプレゼントとしてはすごくいいと思うんですが、男性は絶対に女性にこれを送らないでください。ムダ毛のことを指摘されたみたいで、考えただけでもう本当に恥ずかしくなるので、男性は絶対にこの件はスルーしてください。気の知れた女同士の友達ならとてもいいプレゼントだと思います。そしてこのシェーバーに限らず、これから家電製品がいくつか出てくるんですけど、家電製品って公式に値段が表示されてなくって、オープン価格って書いてあることが多いです。なので今回は楽天で調べて出てきた値段を書いておきますが、お店によって多少値段は変わるかなと思いますのでご了承ください。続いてはヘアオイルです。以前の動画でご紹介したんですが、私はジルスチュワートのヘアオイルが髪がツヤツヤになって香りも良くて大好きです。ただこのオイルに限らず、ジルスチュワートのコスメってパッケージが可愛くて女の子らしすぎるので、あんまり好みではないっていう方もいると思います。そんな方には N ドットのポリッシュオイルがいいかなと思います。N ドットは美容室だけでなく、ロフトとか東急ハンズにも売っています。この N ドットもジルスチュワートも乾いた髪に使うオイルです。続いてはポール&ジョーのポーチです。ポール&ジョーというとお化粧品のイメージが強かったんですが、先日デパートをうろうろしているとポーチ売り場にたくさんポール&ジョーのポーチが並んでいて、すっごく可愛かったので今回選びました。大きさとかデザインによって値段は変わりますが、あの大人気のポール&ジョーの下地の瓶に描かれているお花柄とか猫の柄のものがたくさんありました。お化粧品売り場には全然ポーチは売ってなかったのでお気をつけください。続いてはエレガンスのマスカラ下地です。マスカラの前にこの下地をつけると本当にカールが長持ちします。自分でお化粧品を買うときにマスカラ下地って二の次になるんじゃないかなと思ったので、これをプレゼントにすると、ああそこに目をつけたかと驚いてもらえるかなと思ったのと、他の人と被りにくいプレゼントかなと思って今回選びました。続いてはフィックススプレーです。いつもマスクをつけているので化粧崩れに悩んでいる方が多いと思います。化粧崩れを防いで潤いを与えるスプレーで、お化粧した上からつけるものです。私は使ったことがないんですが、クラランスのスプレーがすごく人気ですよね。私は友人に勧められてコスメデコルテのものを使っているんですが、以前に比べて日中の乾燥が気にならなくなりました。続いてはクラランスのリップです。すいません、私これは使ったことがないんですが、マスクをつけていても全くリップの色が落ちないって聞いたので、今すぐにでも見に行きたいリップです。今すごく話題のリップなので、プレゼントにも喜ばれるんじゃないかなと思います。続いてはサボンのプチハンドケアセットです。これはハンドソープとハンドクリームがセットになっているんですが、今年はいつも以上に手を洗う機会が多いので、ハンドソープもいいんじゃないかなと思っていろいろ調べていたら、こんな可愛いセットを見つけました。しかも意外にもお手頃価格でびっくりしました。続いてはチークです。チークはいくつあってもいいコスメの一つだと思うので、プレゼントをして外れることがないかなと思います。私はナーズの4068番というサーモンピンクの色が大好きです。発色が良くて1回に使う量が少ないので、すっごく長持ちします。コスパがめちゃくちゃいいです。あともう少し予算があるならスックのチークも人気だと思います。続いては白のルームフレグランスです。これ見た目がおしゃれすぎませんか？お家に置くものってインテリアに合うかなっていうのがちょっと気になるんですが、この白のルームフレグランスならすごくシンプルなデザインなので、どんなお部屋にも馴染むかなと思って今回選びました。続いては鏡です。シャネルの二面鏡は片面のみが拡大鏡になっています。あとラデュレンの鏡はアンティークみたいなデザインが可愛いなと思いました。お相手のイメージによって合わせられるように雰囲気の違う2つの鏡をご提案してみました。続いてはアイシャドウパレットです。リップとチークと並んで3台いくつあってもいいコスメがアイシャドウだと思います。私が大好きで何度もリピートしているルナソルのオーロライズアイズは色味がすごく綺麗で、きっとどなたでも似合う色だと思います。もう少し予算があるならスックとかディオール、あとは憧れのブランドトムフォードなんかも自分じゃなかなか手が出せない価格なので、もらったらきっと喜ばれるんじゃないかなと思います。続いてはオイルです。洗顔後すぐにお顔のマッサージにも使えますし、スキンケアの仕上げとしても使えますし、体とか髪にも使える万能なオイルは乾燥するこの時期にぴったりだと思います。
続いてはジュエリーボックスです。フランフランでデザインも豊富で大きさもいろいろあるジュエリーボックスを見てすっごく可愛かったです。個人的に最近一つ買ったんですが、プレゼントにもいいかなと思います。ただ大きなジュエリーボックスって何個もいるものではないので、事前にその方が持っていないかを確認できていた方がいいかなと思います。それがわからない場合は、旅行など持ち運び用に使える小さなジュエリーポーチだったら送りやすいかなと思います。続いてはシュウ上村のファンデーションブラシです。これは指原莉乃さんがめちゃくちゃおすすめされていて、ファンデーションがムラなく綺麗に塗れるそうです。私も使ったことがないんですが、絶対買うぞって決めているものナンバーワンです。続いてはハッチのシャンプーとコンディショナーのセットです。これはシャンプーコンディショナー別売りなんですが、ぜひセットでプレゼントした方がいいと思います。これを使うと髪がしっとりして香りもいいです。パフュームシャンプーの方は大人の女性の香りっていう感じで、ブーケブランの方は優しい香りがします。次は高級フェイスパックです。パックにこんな高額なお金は出せないので、プレゼントにぴったりだと思います。私も使ったことがないので、いろいろ調べて気になった2つをチョイスしました。3ステップで使うクレドポーボーテのマスクと、あと美容液1本分の成分が入っているらしいランコムのマスクです。続いては洋服です。これまで私が友達からもらったプレゼントで嬉しかったものってたくさんあるんですが、思い返すと一番は洋服でした。服は本当に好みがあるのでめちゃくちゃ難しいと思うんですが、その好みとガチッと合った時にもらった側はすっごく嬉しかったです。可愛い洋服をいただけたっていう嬉しさと、あ、私の好みを分かってくれているんだなっていう嬉しさ、2つの喜びがありました。服は値段もブランドも本当にたくさんあるので、私が最近うさぎオンラインで見つけた可愛いと思ったブラウスを載せておきます。ただ気に入ってもらえなかった時のリスクは少なからずあるので、服を選ぶのってめちゃくちゃ難しいと思うんですが、この子の好みわかるとか、これ似合いそうって思ったら洋服をプレゼントするのは私はありだと思います。めちゃくちゃ喜んでもらえる可能性があります。続いてはリファです。一番定番の小顔ローラーだと思います。私的には大きいものよりも小さめの方が細かいところまで使えるのでよく使っています。他にもリファっていろんなタイプのものが出ているので、いろいろ選ぶの楽しいと思いますが、迷ったらこの定番のどちらかを選ぶといいんじゃないかなと思います。続いてはフォレオの洗顔器です。電動の洗顔器なんですが、これを使うと肌がツルツルになります。シリコンでできているので衛生面も気にならないですし、長く使えるものだと思います。続いてはカシウエアのブランケットです。あのふわふわの手触りでまさに憧れのブランドカシウエアです。カシウエアというと枕とかクッションのイメージが強いんですが、お部屋に置くものですし、しかも枕とかクッションってすごく目立つものなので、もし好みに合わなかったらなって思って、今回はブランケットを選んでみました。ブランケットは使わないときはしまっておけばいいので、喜んでもらえるかなと思います。最後はパナソニックのマッサージャーです。これは私も数年前にお仕事でお世話になっていた方からもらったんですが、本当にお気に入りです。疲れた足がリフレッシュできるので、特に立ち仕事をしている方には絶対に喜んでもらえる自信があります。膝下までのものと太ももまであるので値段が違いますが、私としては膝下までので十分リラックスできています。そして最後に一つ付け加えさせてください。今回私は1万円以上のものはあまりたくさんはセレクトしませんでした。今回ご提案したものの中からいくつかをこう組み合わせてプレゼントするっていうのはいいと思うんですが、高価なものを一つドンとプレゼントするなら、高価になればなるほどお相手が欲しがっているものを聞くなり、一緒に買いに行くなりした方がいいんじゃないかなと思ったからです。特に私が個人的に一番難しいと思うのはアクセサリーです。男性から女性のプレゼントの定番だと思うんですが、アクセサリーの好みって本当に人それぞれです。なので一緒に選びに行くのが一番いいと思いますが、どうしてもサプライズで送りたいっていう場合は、一粒ダイヤとかめちゃくちゃシンプルなデザインにした方がいいんじゃないかなと思います。どなたかの役に立てば嬉しいです。今回は女性へ送るクリスマスプレゼントを本気で考えてみました。も
し参考になるところがありましたら、高評価とチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。素敵なクリスマスをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。